さて前回は4編としてメールとメールサーバーの仕組みと題してメールが届く仕組みを解説してきました。いよいよ今回は必要なものをダウンロードして CentOS という Linux ディレクトリをセットアップしてみましょう。実はですね、今名前解決でどうしようかなって迷ってて、まあそこにたどり着く頃には考えておきます。はい、頑張ります。誰か助けて。さあではダウンロードから始めていきましょう。まず検索でバーチャルボックスっていうのを調べてもらって、で、多分一番上に出てくると思うんですけど、Oracle VM バーチャルボックスっていうのをクリックします。はい。で、バーチャルボックスの公式サイトです。で、ダウンロード、バーチャルボックス 6.1 ってことで書いてあるんで、これをクリックして、そうすると英語でいろいろ出てきますけれども、この一番上の、プラットフォームパッケージっていうのからダウンロードしています。で、Windows の方は Windows ホストっていうの。で、Mac の方は OS X ホストっていうのをやってください。で、この下にですね、エクステンションパックっていうのがあるんですけど、まあ、これもダウンロードがいるんですけど、これは後から自動的にダウンロードされるので、ここではプラットフォームパッケージだけダウンロードします。で、実はですね、これ企画をしてから、した後にちょうど、そうですよね、最初の動画が出て次の日ぐらいに情報が出たんですけど、 CentOS ちょっと危ないみたいなんですよね。1年以内にこの動画見てる方できると思うんでね。で、バーチャルボックスに引き続いて CentOS をダウンロードしていきます。はい、これが CentOS ですね。 2Linux あるけど、この CentOS Linux の方をダウンロードします。で、この X86-64 って書いてあるものですね。IS をダウンロード。で、ブワッといろいろ出るんですけど、これどこからダウンロードしても同じものなんで、どこでもいいんですけど、まあ、上の方が推奨のやつなので、まあ、一番上でいいんじゃないかなと思います。で、いろいろ選べるんですけど、この容量が少ないのでも CentOS立ち上がるんですが、まあ、前期の使うためには、この 8.6GB をダウンロードしなきゃいけないんですね。ここは頑張って 8.6GB をダウンロードしていきましょう。はい、ダウンロードが終わりました。で、バーチャルボックスもね、ダウンロードして、インストール済ませると、このマネージャーっていうのが開けます。僕すでにちょっと仕込んであるんで、左側にいろいろ出てますけど、何か新規で作るとここにバーッとこう並べられるってことですね。じゃあ、これから、メールサーバーの方を作っていきましょう。まず新規をクリックして、すると、ウィザードが出てきます。これを一つ一つ入力していきましょう。で、名前何でもいいんですけど、まあ僕だったら CentOS メールサーバーってしてるんですけどね。で、ここに例えば CentOS とかって入れると、今この下のタイプとバージョンが変わったの分かりましたかね。そうなんです。これが結構便利で、例えば他のLinux とか入力すると Linux になるし、あと Ubuntu とか入力するだけでこういろいろと設定を変えてくれるんですね。なんでまあCentOS を使うんだったら CentOS って入れたらいいんじゃないかなと思います。で、メモリーなんですけど、まあサーバーなので本当は6とか、まあ少なくとも4は欲しいんですが、実はこれですね、今このバーチャルボックスを動かしているパソコンのことをホスト OS って呼ぶんですけど、まあ、僕だったら今これ Windows ですね。これが持ってるメモリーが最大のメモリーなんですよ。例えばバーチャルボックスの上で 6GB のメモリーを積んだサーバーと 2GB のメモリーを積んだクライアント、これを動かそうとすると少なくとも 8GB は必要だってことですね、ホスト OS が。で、実際 8GB ギリギリまで詰めちゃうとホスト OS が動かなくなっちゃうので、ちょっと余裕持たせて足し算で考えてみてください。まあ今回は 4GB で作っていこうかな。で、あとここら辺は次へで大丈夫です。で、はい、ここで、下の方でですね、ディスク容量決めます。まあ大体30ぐらいあればいいかな。これもメモリーと一緒でホスト OS の空き容量が最大容量になるの でこれも OK と。はい、できました。では早速ダブルクリックで起動していきましょう。これから OS を入れていくんですけども、このファイルの選択アイコンをクリックして、
で今もう仕込んであるんでタイトル出てますけど、ここ多分からだと思います。なのでここの左上の追加から、先ほどダウンロードしてきた8ギガあるあの ISO を追加してあげます。で ISO を選択で、これで起動と。でそうするとディスクからパソコンが起動します。はい、やってきました。 CentOS 最初のインストール画面です。でこのテストディスメディア&なんとかかんとかっていうのは、一回内容を確認してからインストールしますよって意味なんで、まあいらないでしょう。インストール CentOS Linux 8の方を十字キーで操作してやります。でこのバーチャルボックスの画面ですね、マウスでも操作できるんですけど、このウィンドウの中どこでもいいんでクリックするとこういうのが出てきます。でこれはですね、ゲスト OS、 つまりまあ CentOS の中でマウス使うとホスト用の OS で使えなくなりますよと。でゲスト OS からマウスを抜くときはライトコントロールを押してねって書いてありますよね。ライトコントロールっていうのは、つまりコンピューターの右側にあるコントロールキーです。はい、さてではちょっとここからは、ゲスト OS のウィンドウ、ゲスト OS のウィンドウ最大化してお届けしてまいります。はい、じゃあインストール開始と。さあちょっと早送りして起動を待ちましょう。はい、来ました。 Welcome to CentOS Linux 8。何の言語でインストールかやっていくっていうので、もちろんジャパニーズなので、キーボードで JAP とか入力すると多分出てきます。はい、これで日本語やりました。で次へと。でここを全部埋めたらインストール開始です。まずキーボード日本語はいいですよね。言語サポート日本語も OK。 時刻と日付ですね、これ日本に合わせておきましょう。で地図が出てくるんで、この東京のあたりをクリック、ね、細かく一応選べるんですけどね、まあ、東京でいいでしょう。はい、で完了。それは次ソフトウェアでインストールソースですね。インストールソース、さっきのメディアですね、あの ISO ということで OK と。でソフトウェアの選択なんですけど、ここから本当はね、あのサーバーに必要な機能とかいろいろつけられるんですが、まあ、今回は勉強のためということで最小限のインストールからやってみたいと思います、ね、これをここで入れれば簡単なんだけどね、いろいろと。さてそして最後の行ですね、システムの行です。ちょっとね見切れちゃうんですけどね、まずどこにインストールするっていうので、まあ、ローカルの標準ディスクここですね。でもうここでネットワークには接続しておきましょう。ネットワークをイーサネット、それです。オン。ね、で最後ですね、ここでまあ、後でもこれ設定できるんですけど、ルートのパスワードですね、短かったり数字入れなかったりすると、完了2回押せって出てくるんで、2回押します。でここまでやると、はい、右下のインストールの開始が青くなりました。それでは、いよいよインストール開始と。これ今ね、メモリ4ギガでやってるんで、どれぐらいかかるかな。あ、終わった。長かった。20分かかりました。はい。ってことで、正しくインストールされ、使用準備が整いました。ってことで、再起動、一度再起動をかけます。はい、さようなら。はい。で、起動すると2つ出てくるんですけど、これ上の方で大丈夫です。はい。CentOS Linux 8、カーネルがバージョンなんとかで、ローカルホストログイン。ってことで、ここに、ルートのパスワードを入れると、使えるようになりました。なります。はい。ということで、セットアップ完了です。マッケ、CentOS のインストール完了したはずなのに再起動するとまた最初からインストール始まっちゃう問題の対処法。ということで、原因としてはね、起動順序が違うんです。起動順序を設定してやりましょう。一度インストールが終わったら、再起動をかけます。また起きてきて、はい、またインストールしてくださいとか言い出しますよね。ただ、この×印を押して、このサーバーを落とします。で今回はいきなりコンセントを抜きます。はい。で、このコンセントを抜いたメールサーバーを選択したまま、設定から起動順序っていうのを
変えます。これですね。ハードディスクから起動するようにしてあげるってことですね。光学って ISO のことなんですけど、ISO から起動するようになっちゃってるんで、インストールしてねって出てきちゃうんですよね。ということで、これで起動してあげれば、CentOS から立ち上がるってわけですね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今回はね、グラフィックユーザーインターフェースで、マウスで操作できたんで簡単だったんですけどね。いよいよ次から、キーボードカタカタ時刻が待ってますので、メールサーバーを作っていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。